それでは今週の話題をお送りします。9月7日水曜日から9日金曜日まで、住吉2丁目のティアラ高等で第71回江東区敬老の集いが開催されました。7日午前の部の模様をご覧ください。区内在住の満75歳以上の方を対象に長寿をお祝いするこの催し、3日間合わせておよそ2300人の方が会場を訪れました。昨年、一昨年はコロナ禍のため中止となり、今年は感染予防対策を施し、3年ぶりの開催となります。区長の山崎孝明でございます。式典では最初に山崎孝明高等区長が挨拶。コロナに負けないように皆さんも十分注意をしていただきたい。それからワクチンをぜひ打っていただきたい。長寿をお祝いしたほか、新型コロナにかからないよう皆さんの健康を気遣いました。続いて山本佳代子高等区議会議長から挨拶がありました。安心して暮らしていただけるよう、社会福祉の充実に一層努力を重ねてまいる所存でございます。式典では今年度満77歳となる喜寿代表者の方に敬老祝い金を授与。続いて顕彰者の表彰が行われました。今年度は深川楽楽会ほか、ご覧の8団体を有料老人クラブとして顕彰。おめでとうございます。そして老人クラブの会長、副会長として10年以上クラブの指導育成に尽力された15人の方を功績者として顕彰。白友会片桐時雄殿。この日午前の部では3人の功績者に顕彰状が手渡されました。式典の後は皆さんお待ちかねの歌謡ショーが行われ、演歌歌手原田由里さんによるステージを楽しみました。ありがとうございます。それでは続いての話題です。9月8日木曜日、東砂3丁目の第7砂町小学校でプロバスケットボールチームアルバルク東京のチアリーダーによる訪問授業が開かれました。2025年秋に区内に本拠地を移す予定のアルバルク東京、そのチアリーダーがチアダンスの素晴らしさや体を動かす楽しさを知ってもらおうと訪問授業を企画しました。チアリーダーのチアっていう言葉の、初めにチアリーダーのエリさんとユイさんがチアの意味や大切にしている元気、笑顔、思いやり、ありがとうの4つのことを児童に話しました。近くにいる大切な人たちに思いやりを持ってありがとうの気持ちを伝えて、ぜひ笑顔で笑顔を増やしていきたいなと思っています。この4つのことをちょっと心がけながら一緒に頑張っていきましょう。頑張りましょう。頑張ろう。そしていよいよダンスレッスンです。チアダンスの特徴は腕を決まった形に動かすアームモーション。足を開いて腕をローマ字の L の形にする L モーション、鼻の前で手を叩くクラップなどがあり、この組み合わせをみんなで息を合わせることでパワフルで華やかなダンスになります。練習した後は曲に合わせてみんなでチアダンスを踊ります。児童たちは見よう見まねで元気よく踊っていました。クラップとかをするところが楽しかったです。ダンスに興味持ったし、
それでいろんな人が元気になってもらえるって嬉しいなって思いました。続いての話題です。9月11日日曜日、平野4丁目の木場公園多目的広場で令和4年度江東区総合防災訓練が行われました。訓練の始まりを知らせる緊急地震速報。その直後、会場に地鳴りの再現音が流されました。最初の訓練活動は初期消火訓練。宅配作業中、地震に遭遇した佐川急便のドライバーが火災発生に気づき、消火器を持って駆けつけ火を消し止めました。この総合防災訓練は今後30年以内に 70% の確率で発生すると言われている首都直下地震を想定。令和4年5月に東京都が発表した被害想定では、江東区も甚大な被害が出るものと報告されています。訓練は消火やがれきの撤去、救出救護や医療救護など連携体制を確認しながら実践的に進められ、区や消防署、警察署、医師会、陸上自衛隊、区民ボランティアなど29団体およそ300人が参加し行われました。ライフライン復旧訓練では、上下水道、ガス、電気、電話の事業者がそれぞれ応急復旧訓練を実施、二次災害の防止に努めました。最後は延焼阻止訓練。区民からなる災害協力隊と東京消防庁災害時支援ボランティアの皆さんが消火作業にあたり、消防団、消防隊も加わって一斉放水が行われ、延焼を食い止めました。訓練終了後、山崎区長が公表を述べました。表情をしっかりとやろうという確認ができたと思います。続いて山本議長が挨拶を述べ、コロナ禍で3年ぶりとなった今回の総合防災訓練を締めくくりました。続いての話題です。白川1丁目の深川江戸資料館で現在、江戸庶民の年中行事再現、月見飾り十五夜の展示が行われています。館内にある常設展示室の深川の街並みの中で、江戸時代に行われていた月をめでる月見飾りが再現されました。月の満ち欠けを基準に作られた旧暦では、新月が1日、満月が15日にあたります。特に旧暦8月の満月が1年の中で最も明るく美しいとされ、十五夜といえば8月15日を意味するようになりました。人々は季節の備え物を月明かりが差す場所に備え、秋の美しい月をめでて親しんだそうです。当時の供え物の中で、ひときわ目を引く月見団子は直径 10.5センチメートル。また旧暦の9月13日十三夜の月は十五夜に次いで美しいものとされ、後の月と呼ばれました。江戸ではどちらか一方のみ祝うことは縁起が悪いことと言われていて、両方の月見が広く行われました。この十五夜の再現展示は9月25日日曜日まで、9月27日火曜日からは十三夜の飾りが再現されます。深川の江戸の街並みを感じながら、当時の月見飾りの観覧を楽しんでみてはいかがでしょうか。